流行らないジャンルばかりを集めた古本屋を経営していた時のこと。業者同士の交換市に出かけて、まあ誰も興味を示しそうもない戦後間もなくのゴミ本を仕入れてきた。まあそれも売れないだろうが、一冊だけ自分が読みたい本が混じっていたため、まあ1000円で落札できれば暇つぶしにはいいかってな具合、残りは100円均一に出すか潰してしまおうと思っていた。事務所兼倉庫に戻った時にはもう夕方6時を過ぎていた。今日の仕入れはそのくず本の山100冊ほどと、ミステリーの文庫本が1000冊ほど。正直、成果はまるでなし。一日潰して、交通費や経費を考えたら、下手すりゃ大赤字の惨状である。ぶつくさ言いながら、車から本を下ろし、倉庫の空きスペースに放り込んだ。その時は別段何も感じなかったのだが、今思うと少し妙だった。そのくず本の山、下ろしている時に妙に生暖かいというか、湿っぽいというか、まあ古本にはありがちなことだから、こりゃ全部ゴミかよとげんなりしたのを覚えている。そうこうしていたら突然倉庫の扉が開いて誰か入ってきた。こんな時間に来る客はほとんどいないし、もともとうちは通販が専門で店売りはしていない。不審に思って扉の方を向くと、坊さんが立っていた。記憶をたどれば、一度買い取りを頼まれて出かけた寺の住職。もともとは高校教師をしていたが、実家の寺を継いだというお方。お久しぶりですねと声をかけようとしたら、住職の顔色がおかしい。血相が変わっている。お前さん何を持ち込んできたと、すごい勢いで怒鳴られた。温厚な人物だけに、その表現ぶりに唖然としていると、お前さんの後ろ走っていたのに気づかんかったか。車の中を見たら、なんかとんでもないものが荷物に座っておった。それですぐ飛び込んできたんじゃ。そう言うといきなり宣告に下ろしたばかりの本のところにずかずか歩いていく。お前さんなんか感じなかったかと問われ、困惑していると、くず本の中から薄い一冊の本を引っ張り出した。見ればボロボロの刺繍みたいな本。その途端に悪寒が走った。本が血の染みで赤黒く変色しているように見えたのである。住職は黙って本を逆さに振った。中からこれもボロボロになった便箋が落ちてきた。住職はそれを見るなり、遺書じゃよと言って私に見せた。
薄い便箋にどうやら若い女性の文字らしき手紙が書かれていた。達筆すぎてすぐには読み取れなかったが、先立つ不幸をお許しください的な一文が読み取れた。不思議なことに、住職が手に取った時、血まみれに見えた本はただの埃と日焼けにまみれたものに変わっていた。田舎じゃの、自殺は世間体が悪いということで親がこっそり隠したんじゃろう。どうやら女学生のようだが、十分に供養もされずいるようじゃ。遺書も親が適当にそこいらへんにあった本に突っ込んどいたんだろう。それが回り回って中途半端に読んでしまうお前さんとこに来たんじゃ。書き忘れたが、自分は確かに憑依体質、霊媒体質的なところがあって、嫌な体験はたくさんしていた。もう少し遅かったらお前さんとんでもないもの見てたぞ。この娘、首を切って血まみれじゃ。妙に湿気を感じただろう。確かにその通り。本が血まみれに見えたことも住職に伝えると、本当にお前さんみたいなのは厄介じゃ、特証する。霊を払うことも供養することもできんわりに何でも拾ってくる。今回はわしが供養しとくが、こういう商売をしてるとろくなことにならん。昔は何をしていたか知らんが、なるべく早く廃業しろ。と、こんこんと説教をされたが、確かに住職の言う通りだった。それから間もなく、急激な視力の低下と、内容疾患に悩まされ、店は潰し、家も手放し、女房とも別れ、一人ぼっちになった。私が高校生の時、部活動で帰りが遅くなり、みんなで急いで着替えて帰ろうとすると、時々警備員さんの見回りに遭遇した。警備員さんは紺色の制服を着ていて、長身で年配の方だった。一人で懐中電灯を照らしながら黙々と見回りをしていたが、さようならと挨拶しても無視された。でも、私たちが暗くて怖がっていると、懐中電灯を照らして、下駄箱のところまでちゃんとついてきて、見送ってくれたから、本当は優しい人だと思っていた。3年の終わり頃、担任の先生との雑談の中で、私がその警備員さんの話をしたら、先生が、うちの学校に警備員さんはいない。見回りは先生たちが交代でやっているから。あんなにたびたび見かけていたのに、顔だってちゃんと覚えていたのに、いないってどういうことだと思っていたら、
先生が、先生たちの間で警備員さんの幽霊がいるとの噂話があると教えてくれた。しかし今思えば、幽霊だったのか不審者だったのか全くわからないが、どちらにしても怖い体験だったと思う。